ナジュメです。はい。まあ、淡々とこれを抑えてるんでね、少なめではありましたけれども、まあ、やっと来たかというところで、はい。ローレライが重心化しましたよと。いやね。かわいい。イラストもこれすごい。安いですね。むっちゃかわいいと思った。はい、久々に。貫通砲撃と、ラビティがマインスイーパーとアンチワープ、スワビ。SS が、隅目と26ターンと30ターン、うん、友情コンボが、長距離貫通方面18、はい、と超評価超評価つきました、はい、まあ、超評価が地味に新友情ってことで、うん、まあ、超落雷とかね、あの辺と一緒で6発系の威力が高い友情で、うん、かつ砲撃型と、はい、でホーミングリソーチですよね、ホーミング装置今のところ、はい、今のところ一番高い長距離貫通方面18っていうホーミングの一番強い友情に砲撃型がついてる、そう、だいたい属性有利で多分、はい、総ダメージが33万ぐらいいくのかな、うん、長距離貫通砲撃18来たか、こいつゲージないからもうほんとザ・周回用の機械になりますね。で、気になること言ったんですけど、うん、メテオ睡眠確定らしいですね、 100% これも割と 100% はやばいよ ね、ローレライができること全部強化したって感じですね、うん、100% 睡眠ってなってくるとちょっと違いそうですよね、さすがにもうだって長いよね、ただね長い、そうだよね、30はちょっと今の時代にだからあとあれかもしれんけど、うん、ステも気になるよね、これ威力はやっぱないのかなっていう、威力はもう何もなさそうっすね、うん、ローレライン、まあ、やっぱ殴りと SS 火力を求めちゃダメなのかなっていうのはありますよね、うん、で今回アビもね、うん、いつの時代のアビだっていうぐらい抑えられてるから、ね、本当にブロックさえ消されたっていうね、もうけでちょっとブロックすらなくなったと、そうだね、うん、本当にアビはですね、削減されまくって、だジパングちょっといいのかなってのは多少頭よぎりましたけど、どうなんでしょうね、まあ、あそこは枠でも完成して周回ができちゃってるところなんで今更ってのはあるかもしれないですけど、ただそれ抜いてもこのローレライは結構やれることが多そうな気しますよね、うん、しかもメインに来てくれてるからコピーできるし、うん、そうですね、18は、まあ、キーだったらゴミですからねこいつ本当にいやー、うん、いやーまあ強いんじゃないですかね、うん、もう現状友情最そのもうなんだろう、楽にしてくれてるところはもうくっさりそうだね、うん、そうですね、現状バランス型でも強かったからね、そうですね、バランスも結構強かったからね、まあ砲撃のねあれですかね、あれでも両方砲撃でしたよね、バランスだったっけ、片方がバランスなんだっけあれって、そういやどっちも砲撃か、砲撃、うん、いやまあこれは砲撃なんで上等なんじゃないですか、うん、ノマとかどうなんですかね、ただ現状さ、ね、ホーミングで結構イチャイチャして解けるっていうのはなんかだんだん最近減ってきたなっていうのはちょっと頭をよぎってるんで、うん、それはある、どれぐらいやってくれるのかなっていうのは気になるところだけど、まあなんかそこを超評価、うん、あ超評価の方でまずやってからっていうのはなんかね、うん、つい最近話したよね、うん、言ってたけど、ホミキュー対策するの絶対サブでつけてくるよねっていうのでちゃんと超評価つけてるんで、うん、そこは多少ね、うん、自身でも解決できるのかなっていうので、うん、こいつ群れたらやばいだろうな、いやもう想像できるもん、うん、これは想像できる、これは群れたらやばいと思う、でも結構砲撃型は別物だと思った方がいいですよ、うん、あの今までの超強化砲18とは別物だから、まあ、コルセアとかね最近言うとパールバティ、うん、いやだからこんな抑えられてんだろうね、うん、まあだろうね、これはちょっとまた一個上来たはずだから、それは期待したいね、うん、そこは確かに、まあでもローレライはこれしかないよね、答えがどう予想しても確かに、うん、そうね、うん、メテオまあ一番期待したところはまあ来たわけだし来たね、うん、はい、それはそうだね、まあでもこの火星をいつ破ってくるかなっていう、超強貫砲18の砲撃だっていう火星を破ったのがウォッカよりローレライの方が早かったと確かに、うん、まあこれによってでもウォッカもね、もうなんか期待はできそうだけど、これ同時コピー楽しみっすね、うん、やばいっしょ、うん、なんかマジで水の友情、そうやばいわ、それはコピーは UL でね 1.25 倍出せて、紋章で 1.25 倍出せて、砲撃型でさらにそこ 1.4 倍になってて、でさらにそこから1.5、ね、あれでしょ、コピー友情ブーストやってんの、てかそれはそうだよ、てか、うん、最低理想値で33万ぐらいだから、うん、なんか数値分かりづらいですよね、うん、正直伸びで考えたら、うん、もう実数値以上のことは余裕でしてくれそう、うん、で、あのね、もうレベションも使えるし、うん、あそこも上げれますから、これ強いだろうね、遊撃スコアとかで着地しときたいやつだね、遊撃、うん、これあと1体なんですよね、これやばいね、運気だとね、でも追いたくないなってのは思いますけどね、水だし、
これはまたでもローレアらしさを突き詰めた結果の重心化なんで、すごいいい重心化になりそうですね。どれぐらい周回楽にしてくれるんだろう、まあね、ローレアもね、確かに、モーツァルトとかあの辺が重心化した時にね、だいぶ言われたりして、そうですね、いつ来るのいつ来るのとなってたから、まあで、あそこに大げさに食われましたからね。うん、それ、うん、本当に完全にあいつが地雷気づいちゃったから、ね、気づいちゃった。まあでもゲージなしはすごい使いやすそうな気がしますね、うん、今までワープ入れるとかも結構だるかったから、そういう周回キャラってね、ゲージなしで枚数ワープでね、この超強化を持ってるのは嬉しいですよね。楽しみですね、楽しみ、これも楽しみ、うん、もうでも使ってみた動画でヤバって言ってるのが想像できる。もう1ステージ目からもうね、うん、それヤバいとかで使ってるからヤバいでしょってなるんだけど、フォーミングが通るね。はい、というわけで実装日が、来週火曜日ですね、11月26日火曜日12時から、はい、まあ、いつも通り実装というところで、はい、うん、こちら、来ますよと。次、はい、はい、新超絶ティファレト、まあ、アニメのね天才シリーズの2体目が、はい、新たに来ますよと。11月29日金曜日19時から21時で、はい、降臨、水属性ですね、うん、はい、結構だいぶ姿が進化と進化モデル、ね、超違うけど、これは誰が猿ですかね、木属性。なんかさ、うん、超絶のメメカイとかさ、あのシリーズの時に、うん、グレン・ラガンの時のやつが順番に刺さったじゃないですか、うん、で今回言われてるのがそのマルクトとか周回して思ったんですけど、うん、セーラージュピターじゃなくてセーラーなんだっけあいつマーキュリーか、ぶっ刺さったじゃないですか、うん、ジュピター4号なんだよね、マーキュリーか、マーキュリーだ、そうだ、マーキュリーがぶっ刺さって、ジュピター4号だね、4号だからどうなんだろうなってちょっと思ってますけど、だからそこでセーラームーンのあ流れとか来たりするのかなってちょっと考えたけど、あ、まあ、それかさすがになさそうだね、うん、今回流れたらクラピカとか、うん、あ、まあクラピカとかそうだね、妥当に言うとって感じですよね、うん、まあでもね、結局この超絶もかなり簡単だったからね、うん、周回しね、周回系だったからね、うん、そもそもいいですね。で今回ミッションもあるみたいなんでね、うん、そのミッション期間中に何回も降臨するんでちょっと終わっちゃうやつかなって思うけど、はい、なんかまた特殊なのかな、個別だったりとか、前回回復なしだったじゃないですか、で回復手段もなくて自分で回復しなきゃいけなかったから、なんかちょっとひねったやつを使ってくるのもね、うん、もしかしたらティファレット一応アニメキャラだから作っておきたいな、うん、ティファレットすごいな、これパワー型っぽい、うん、進化しちゃうとね、ザ・パワー型って感じ、ね、うん、はい、はい、いや以上なんだよね、以上ですね、今回は2つ、はい、かなり少なかったっすね、ラキモン、はい、11月25日から12月2日ファイアードローン、はい、ファーブル、メデューサ、はい、アジダハーカでヒソカとクロロが今回、うん、ヒソカはやらしい、さすがにヒソカやらしいってか、ヒソカはやらしい、まあね、旧シリーズそもそも入れてきてるのがちょっとやらしいけどね、まあでも6体だからね、うん、6体の時点でもう優しくなってると思うけど、ヒソカはちょっとやらしいね、うん、うん、まあラキモンなんでね、うん、ぜひ、まあでも他は作りやそうだけど、相当通常の方、ね、なんか通常の方はめちゃくちゃ簡単なファイアドローン、うん、ファーブル入ってるから4号かファーブルでも、メデューサが結構ボコボコのメデューサもね、そうね、いやそう最近ラキモンもね価値が上がったんでね、うん、だ次のラキモン、このラキモンがさあれだよね、採用されるわけじゃないよね、あのアイテム交換は昨日っていうかモンスの日はレベションもらいましたけど、もらえてもらった、うん、それとは多分違うよね、違う3体なはずだよね、また多分この週の、まあ、採用だよね、だって、あでもそうか、11月30日この週のラキモンだから今日発表されたやつが30日のアイテムにも関わるものなんで、これはちょっと作っておいた方がいいかもしれないですね、はい、以上です、以上ですね、何しろニュースなんかありますよ、あ、てかなんかツイッターでさ、アイスの実のみかんの濃いやつうまいって伝えてた、あ、俺がっすか、うん、はい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 、あれめっちゃ、自分その前に食べててあれめっちゃうまいと思って、いや、あれはおかしいっす、久しぶりになんか、でも濃厚シリーズってアイスの実好きな人分かるんですけど、うん、あのシリーズうまいんですよ、うまい、アイスの実の中でも、で、あれみかん初で多分、うん、今まで食ったことなくて、まあ出て秒で買って、で、ずっと冷凍庫に入れてあったんですよ、で、食ってえあれめっちゃうまいうまくないっつって、で、もう今多分5個くらい入ってる冷凍庫に
いやもうあれがみかんでいいと思うぐらいね。いや本当。本当にうまいよ、ね。あれ常時してほしいですね、うん、あれの味。本当おいしかったアイスのみかん。自分のところのセブンあれなんだよな、うん、あれ一回買ってうまいと思って次買いに行ったらもうなんか違うのになってて。いや結構ねアイスなんだね。と思って。なんかあれ全体なのかなってすごい最近思ってて、うん、うちもカフェオレのやつと、いやそうカフェオレと。カフェオレのになってたんだよね。そう。みかんといろいろあってで俺が大抵みかんだけ全部買い占めるんですよ。次の日とか次の日その次の日とか行くと。みかん入荷してなくて、でしょうがねえやつってカフェオレを全部買いあさるんですよ。8個ぐらい持ってって買うと全部入る。あからあれマラソンした方がいいですよ。結局あの全部なくなって入れ替えなんで。みかんマラソン。全部マラソンした方がいいですから。アイス飲みマラソンすると復活しますね。消費結構大変であれ。冷凍庫俺多分製氷機の氷よりアイスに入ってるからもう大変なことになってる。あミルダムの話してきます。お。はい、まあ今ちょっとね SNS 上だったりあの動画関係者の中で話題にはなってると思うんですけど、はい、ミルダムっていう新しいね、動画配信じゃないライブ配信だけかのオンリーの、プラットフォームが新たに参入してきまして、うん、僕らもいろんな形でねそちらに参入させていただこうかなっていうお話をいただいてます。で、今までの YouTube のライブが全部そっちに行くとかでは絶対にないんですけど、うん、まあ、僕らナウシロチャンネルは他の人がいくらやろうとあの YouTube チャンネルメインで今までね YouTube で見てきてくださった方もいるんで、はいはいはい、行っていくと思うんですけど、うん、今まで例えば新イベを1時間半やってたじゃないですか。であと神殿のライブだったり、ね、長時間ライブだったりいっぱいあると思うんですけど、それにプラスする形でミルダムの配信もちょっと始めていこうかなと思っております。なんで純粋に今まで見てくださってるねライブとか楽しみにしてくださってるものが行こうって感じなくて、それは今まで通り全部 YouTube でやるんですけど、だから単に僕らの YouTube ライブの量が増えるだけですよね。そう、YouTube ライブの量も増えて、例えば1時間半神殿やりました、うん、YouTube で終わりですってなった後にちょっとまあ足んないなってなった時にその後ミルダムでちょっとやったりするっていう形で今回ねあの配信とかやらせていただくと思うんで、で一発目が、金曜日明日、はい、おそらく明日ですね22日の 70%80% ぐらいの確率ですかね、うん、で時間はちょっとねまだ、はい、まあ大予想は決まってないんですけど、うん、夕方からそのぐらいの時間にかけて始めようかなと思ってます。19時から20時半に、YouTube の方でライブさせていただきまして、うん、で、まあ、神殿とかやると思うんですけど、うん、その神殿のライブとかがまあ全然間に合わなかった、転生間に合わなかったみたいになったら20時半以降をちょっとミルダムで延長配信みたいな感じでやっていこうかなみたいなのを思ってます、うん、で別に特に有料とかじゃないんで、そうですね、はい、それでお金取ろうとかそういうのではないので、うん、そこはご安心していただきたいんですけど、まあ、もしねお時間あってまあ、もうちょっと見てやるかみたいな方がいたら、うん、まあ、ミルダムの方にもちょっと遊びに来ていただけたら嬉しいなと、うん、しかもおそらく、うん、まあね僕らもそうですし、うん、ミルダムさんの方も結構始まったりばっかりなんで、そうですね、結構最初は、うん、本当それこそナウシロチャンネルが始まった時のような、うん、規模感になると思いますので、そうですね、なんかそういうのが好きな人もね、はい、ぜひ集まってきていただければですね。だからマルチョコも意外に入りやすかったりする可能性もあったりしますんで、はる、ね、かに多分 YouTube より人が少ない中コメントとかね、読み重視とかで多分やってのんびりやっていくと思うんで、うん、なんで僕らがプライベートでやってるゲームがミルダムの方で配信しますかみたいな感じになってる感じですね、うん、だから本当、うん、確かにモンスト以外もね多分やるとガンガンやっていくと思います、ね、うん、ますんでぜひ、まあ、今だったらポケモンだったりで、あ、ゼルダは、うん、ゼルダはさすがに YouTube でやると思うんですけど、まあ、ドラクエウォークだったり、はい、その辺の違うね僕らがやってる別のゲームだったりとかをなんかちょこちょこやっていこうかなっていうのも思ったりするんで、うん、まあ、もしちょっと興味あるよって方いたら遊びに来ていただきたいですね、うん、まあでも中心はもちろんモンストになると思うんで、うん、はい、なんでモンストやっていくと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやまあでも本当ローレライ待ちに待ってましたっていう人はねかなり多いと思いますんで、コメント欄に本当良かったですとかおめでとうとかいろいろ待ってます。はい、いやまあでもティワレットの確かに進化後には驚いたわって言ったらちゃんとお願いします。お願いします。じゃ今回もゲームラジオ4からお送りました。ラクでした。チュウでした。お疲れ様です。ありがとうございました。神様がいて不思議に夢を叶えてくれた。